ですってことで、まあ、ゆきちゃんといえば、そうですよ、キャストの中で一番うまいと思ってそうですよ。いやそんなそんな、広瀬さんたちもいるけれども、いやなんだろうね、いやでも十分な気がする、その30までできるっていうのは、なんかもうそのまま行けばもう30いつかはできるようになる気がするけど、個人的に気をつけてることは、まず端末を滑らせない。おー、あー大事大事、そう滑るのも大事、やってるとね、だん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 、あ端末どっか行っちゃうよみたいななっちゃうから、それはね滑り止めでちょっと止めていただいて、はい、あとなんだろうな、え一個気になります、どうぞ、緊張すると手汗出ちゃって滑らなくなるんです、はい、どうしたらいいんでしょうか先生、うん、滑らないです、滑らないです多分スマホだったりタブレットとかの、そのフィルムとかで、とかそういう大きな画面でやるタブレットでやってる方は、なんかね絵描いたりとか文字描いたりとかする用のサラサラ、サラサラのフィルムがあって、それはめちゃめちゃ便利だし、あんまり手汗も気にならないというか、でもねまあ、iPhone なりこう Android なりでやっている方はあまりサラサラ系のフィルムを見かけなくて、個人的にガラスのフィルムが多いイメージだから、うん、確かにね、こう頑張ってサラサラを探してほしい、やで、なんかあとは落ちてくるノーツを、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、目線をあまり変えないというか、真ん中で見るって決めたらずっと真ん中で見ておくみたいな、こう難しい譜面が来たからって言ってこうなんか手元見なきゃとかはしない方がいい気がしてて、そうするとなんかああみたいな、こうリズムが崩れやすいなっていうイメージがあるんで、頑張って頑張るぜ、なんか、短編動画とかでゆきちゃんのさ初心者講座やってほしい、痛い、今から始める方へ、確かに二次三次の八代貴族さんが、プロセカの公式かなんかで、やってた気がする、初心者編中級編みたいな感じで、上級者向けにはこうした方がいいみたいなやってた気がして、それをぜひ見てみてください、じゃあそれをチェックしていただいて、ぜひぜひお願いします、よろしくお願いします、続きまして、なんかちょっとなんだろうな、こう自分自身もなんかちょっとオープンになれるというか、私もアメリカに行った時にアナハイムの方に行ったんだけど、たまたま入ったステーキ屋さんで、こうみんなでご飯一緒に行った子たちと食べてたら、後ろですごい盛り上がってて、ふわーみたいな、イエーみたいになってるから、え、なんだろうと思ったら、そこでプロポーズしてて、成功して、すごい、で周りのその全然知らない人たちが、おめでとうみたいな、楽しい、もう一人一人その席に行って握手ハグみたいなやってて、行こうとしたらもう帰っちゃってたよね、行けなかった惜しいな、ゆきちゃんとハグできないなって惜しいなみたいな感じだったけど、すごいなんかそのオープンな感じが憧れてたね、そうなりたいなみたいな気持ちにすごいなったかな、いいね、うん、いいです。